皆さんこんにちは、こんばんは、くるくるくるです。今日もマリオメーカー楽しく遊んでいくる。今回はセイガンさん、なんとなんとなんとクール様へ送る60秒スピードラン無双バナオマージュ無双バナ、こちらのコースをやっていきたいと思います。先日ですね、動画の中でぜひぜひ私専用のスピードランを作ってくださいませんかとお願いしてみたところ、なんと本当に作っていただきました。ありがとうございました。こちらのコースなんですが、無双花オマージュということは、私の無双花の仕組みっていうかギミックがどこかにきっといくつか入っているんじゃないでしょうか。ものすごく楽しみです。ベストタイムが54秒でクリア率が約 7%、まあ、できれば一発クリア狙っていきたいかな。無双花のクリア率が 0.1% ぐらいなので、まあ、本家というか、まあ、私のコースよりはだいぶ難易度は低めになっているようです。早速やっていきましょう。セイガンさん無双花、いやー楽しみだ。まずはパックンに噛まれてやられます。1-2のサンガリア、コメントでね、ファントムジャンプが1回だけどこかに入ってると書かれていたんで、それだけ注意して進んでいきましょうね。1-2の3ガリアのすげえギリギリのタイミング調整ですね。このファイヤーバー怖い、頭当たってるよ。そっからのスピン、またちゃんと Z って書いてあるこの優しさが嬉しいよね。あ、これ無双花だ。 P スイッチをしてピンポーンってなるところ、なるほど。こっちだとパウ投げでブラックパックを倒していくんですね。ここは普通にジャンプ、1-2のサンガリアか、違った、ここもサンガリアではない。ファイヤーバー注意して、1-2のサンガリアパウ、オッケー。ファイヤーバーが怖いぞ。1-2の、あ、ここだファントム、オッケー、うまく決まった。パウ投げてからの残り時間11秒、間に合うのかな。1-2のサンガリア、お、これはさあゴール、いいですね。このゴールの仕方も私のコースと最後そっくりですね。ふふー、いやー、セイガンさん本当にありがとうございました。まさか本当にリクエストしたものを作っていただけるとは。クール様、私へ送っていただいた60秒スピードラン無双花オマージュ無双花、本当にありがとうございました。ちょっとコメントしていこう。はい、セイガンさん本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。はい、それでは次はこちらのコース遊んでみたいと思います。迷うな叩け、のりちゃんさん。なんとなくね、コースのノリが気に入ってこのコースでやることにしました。クリア率 9% ですね。割と簡単なようです。どんどん叩いていきますよ。何でもかんでも目についたものはどんどん叩いていく。ちょっと待った、何を叩く、おお、はい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 、そういうことですね。上の方に隠し、このカメックさんなんとかなんない。あ、でもキノコくれた。逆にカメックさんありがとう。これでいいのかな。あとはどんどん突き進むだけだったりする。これ上越えてっちゃうよね。だってこれ正規でしょ。上越えられるんだもんね。越えられる風に作ってる方が悪い。でもね、一つ問題があってね、そういうイチャップキノコ来るのはやめてくれ。本当は多分ここに出てくる予定だったのかな。下を取って、ここでファイヤークッパクラウンとはお別れしちゃった方が良さそうだ。よいしょ、間に合うか。あ、ここまでファイヤークッパクラウンを連れてこないとダメだったと。いや、まだだ、わからんよ。クッパさんが実は、そうそう、あ、ボム兵壊してほしかった。これ、待った、終わったぴょーん、うそぴょーん。この辺、ケーキ一発で叩けた、すごくない？別に何もすごくないか。キノコ欲しかったな。ファイヤークッパクラウンに乗って、こいつを維持していかないとダメっていうことが今回は分かったんで、下から攻める。
さっきの上ルートはね、ごちゃごちゃしててね、他のクラウンが邪魔でなかなか進めなかったからね。逃げるよ逃げるよ。あ、今のプロペラあれ取れたな。もったいないな。こっちだったらもうゴールまで一直線でしょ。ほら、来たー、ゴール。 Yes, that's right。 マリオ number one。 フフフ、いやー、よかった、ね、なんとか2回目でクリアできました。迷うな、叩け。他にも叩くところあったんでしょうかね。ベストタイム、イエイ。はい、次はこちらのコース遊んでみましょう。ハッピーレッシュ。クリア率 2.65%、 ベストタイムはちょっと見逃しちゃいました。さて、ガリガリがいっぱいあったような気がしますが、どんなコースになっているんでしょうか。食べきりコースかなと思うけども、ここまでは別に大丈夫。この先見てなかったな。クロリンで降りていくか。真ん中にあるのね。まあそうじゃないかなとは思ったよ。今度は登るときによく見ていこう。真ん中に1個あるだけで終わりかな。多分そうですね。はいはいはい、じゃあベストタイム狙っていきましょうかね。こっちはまたガリガリ天国からの孔明さんとかは今一応チェンジできたけどなかったんで、あれ、クロリンが出なかった。畜生めー、やっちゃった。切り返し三段とかで登っていくと早そうな気もした。まあそんなめんどくさいことはしない。ほい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 。問題はここだ。ここがまだ突破できていない。もしなんとか無事に抜けてこられたんだけど、テレサかよ、テレサかよ、分かってたんだよ。ここはなんだろう、サンダルジャンプかな。いいの、サンガリア、サンガリアで行くと危ねえ。今のは本当に危ねえ。高さギリギリだった。なんとか大きいまま来られたよ。超ラッキーなんじゃないのこれ。このチャンスを最大限に生かすには、これルートわかんないって、無理だって。うん、すぐ右寄せと、なんといやらしい。確かにね、中間からゴールできないと中間は設置できないんだけど、ああいう使い方もありなのね。あ、ここ三段ジャンプだったかな。違った、大丈夫だった。まあ、これは一マス抜けじゃないんで大丈夫かな。よっしゃ、無事ゴールすることができました。マリオナンバーワン、ふふ。結構下っちゃったけどね、よかったよかった。これはガリガリの中に青ドクロを入れたらいいんじゃないでしょうかね。ありがとうございました。さて、それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録お済みでない方、もしよろしければチャンネル登録していただけるとありがたいです。それと講師募集も行っておりますので、 Twitter か YouTube のコメント欄にどんどんお寄せください。それではまたお会いしましょう。明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うぷ主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。